はいどうも、翔平 TV です。めぐるくんです。お願いします。お願いします。はい、というわけで、はい、来ましたね。本日はロンティー対決ということでやっていきたいんですけど、これね、マジでもう今まで、あれあって練習ですよね。そう、練習会とかトーク動画撮ったぐらいで、そうそうそう、時間なくてね。で、ロンティー対決しましょうしましょうと言ってて、ついに実現する日が来ましたね。今日来ましたよ、ね、はい、はい、ずっと令和スイングボコボコにしたいと翔平さん小材さんでいや、もう令和より満振りでしょと。まあまあ満振りも確かにあるけど、満振りせずにね勝つっていうのはこっちですから。そうですね、今日はもうそれを証明したいですよね。ルールがですね、はい、こちら MQ を買ってきました。いいじゃん。これで今回は、はい、もう、ね、12球限定、12球中何球作越えできる。うわいいっすね。プレッシャーっすよ、プレッシャープレッシャー。あとちょっと風あるしね。ちょっと風あるんで寒いし、頑張って打たないと。いやもう確かにね、ちょっと今令和スイング去年は少しバズって、あ、令和スイングってなってるけど、いや別に僕特にもう徐々にこうブームというか、ちょっと令和スイングの中ちょっと消え去ってきてるんで、ここで一回巻き返したいなっていうのもあるからね。いいっす、ぜひとも、うん、はい。で今回僕に勝ったら、こちらのアクセイブルガードシリコンネック、差し上げましょう。出た、勝ったら上げ癖、上げ癖出てるね。勝ったらっすよ、うん、勝ったら、勝ったらね、はい。でもし俺が勝っちゃったら、うん、あ、このメガネこれをこうなる、こうなるどこどこってなるから頼むぜ、マジで。ちなみに前いただいた翔平 TV T シャツ、お、着てんのよ。着てますやん。一応行ったんですか、一応。そうそう、一応着てんのよ。寝巻きとこれぐらいよ。いや、寝巻き最高の寝巻き。ありがとうございます。やばいですね。はい、という感じで、はい、今回できたいと思います。はい、それでは行きましょう。ゴー、ドン、ガチ。あ、危ないですよ。危ない、危ない、危ない。今のめっちゃ重かった。ちょっと待って、ちょっと待って。こういう打球の勝負になるよ。お、おい。全然止まれな。あーダメなのよ大丈夫か、これ大丈夫、いい打球なんだけどな。はい、行きます、お願いします。おえいや、もう勝つから。これ今のお使い的だから、あ、かわいい。いや、全然ない。伸びいいな。うわー、全然打たねえな。伸びは、あ、でも惜しい。これは、うわー、これ入んねえか。ジあ、なんだ、あー、こういうのな、こういうのな。いや、でも試合やったらあれはいい。試合じゃねえんだよ、今はロングティー対決だ。ありがとうな、でもありがとうな。あと2球ですけど、まだ、でも、いけ、ラスト1球、よし、あー、これもいかんのか、しょうがない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 、はい、というわけで、次、僕いきます。1本でも打てばもう勝つと。1本でも打てばね。手あげんわ。いこう。何をインチキしてんすか。ダメ、何をインチキしてんすか。あと11球っすね。あと11球グルになってんじゃないか。あと11球よしよし、全マッチ打て。よくわかんねえから距離が。あ、やばい
やってるちょっとやってない、かけた今そんなことしないよ、かけたら今ちゃんと投げる、あーやばい。そして守備うま、守備がうまいよ、というわけでお疲れ様でした。いやーまあ3対3の引き分けということでね。ちょっと待って、まあちょっと待って、はい、ちょっと待って、何ですか？3対0で俺の勝ちですよ。そうですね、はい、そんな感じで、はい、負けました、しっかり負けました。はい、シェイさん本当にあんな豪語しちゃって本当すいません。いや本当ですか？これもすいません本当にまさかこんなにちゃんと力不足だったと、普通にちょっといい勝負すると思った自分が恥ずかしい、これはコーチしすぎた、ちょっとコーチしすぎたよ、それはちょっとある、あります、コーチしすぎて本当にもう最後らへん中学生とドンクティ同じぐらいだったもんね。そうですね、中学生これちょっと危ないなと思ったら、そうですね、やっぱでもスイングすごいっすわ。いやそんなことない全然、ちょっとやっぱすごい125飛ばすって聞いてて、いやいやまさかと思ったけど飛ばすね本当に。もうシーズンが来ればっすね。いやすごい寒いんで、だって今日寒くてあんま本調子じゃないじゃないですか。そうです、まあお互いに行ったらね、まあ 90m か簡単に行ってましたからね、ちょっとすごいびっくりしたな、道路まで行ってましたもんね、まあ、そうですね、あの木の奥の、そうですね、うん、これはあげられないですね今回、これはいいや、もうあげて、あげられない、あげて、これがあったからです、ごめんごめん、これがあったから、いいいいいい来てるいいのよお前地元のなんか少年で映り込むやついいわ、ずーっとやってました、新宿にいるよ、そういうのやめて、いやいいいいもう軽いお前、いんなお台場とかにいんなお前ええって、いやでもまあ負けましたけど、ゼロ本でこれ翔平さんに負けてたより一本も打てなかった自分に負けたみたいなとこあるんで、なるほど、これちょっと今日はまあ確かに負けましたけども、ちょっとリベンジさせてください、これリベンジですか、ちょっとしたい、もうこれはもうだって意味わかんないもん、これで終わるの、そうっすね、いや意味わかんない、柵越えゼロだから、柵越えゼロで俺だって言ってたもん動画で、簡単に誰でも飛距離伸びますって俺言っててこやばいやばい90いかないやばいのよマジで、今度またやりましょう、やりましょう、ぜひ、はい、今回はこういう感じで終わりました、また次回もお願いします、お願いします、はい、この動画いいと思ったらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。はい、でめぐるくんのあれね、なんかインスタとか、そうですね、インスタ、ツイッター、あとまあガッチンチャンネル、はい、載せますんで、はい、下で見てください、お願いします、はい、というわけで終わります、さよならー、うーん、ごちそう。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。
Thank you.